いやあ、刹那剣好きだよ、武器の願いを言っていきたいと思います。鈴木からで、9日目か。今の状況を確認してみます。ロングソード、バスタードソード、まあ標準的な、確かオリハルコンだったが、こういう特別な鋼材のやつが買えんかったけん、ナイトソードが作れんかったんだった。ってことはもう鍛冶屋のてかギルドの時にナイトソードの元のうつ鋼か、もう今だに分からんけど、まあそれを頼んどかな、たくさん頼んどかな。こいつがどんどん今後の商売の要になってくるからね。買い込まなな、依頼とかたくさんしとかなな。そんな感じで寝ていきたいと思います。改築したいでござる。なんか面白いもんないかな。メアリー、メアリーってあのイブのメアリー、サラマンド騒動とかいうすごいえげつないやつで魔王を攻撃して大きく振りかぶってたが大胆やな。さすがサドノブ。他には流し切り、アカネやって。完全に女の子の名前だ。女の子めっちゃ強いな、このゲームの女の子。怖いな。女の子めっちゃ怖いな。この前もなんかすっごい腰の入った切りでテリンがあったような気がする。どこの世界も女の子って怖いんだね。これなんか面白いもん何かな、こんなもんかな。次は佐藤さん、この前ナイトソードじゃなかったっけ、あれ使いすぎて歯の部分がどんどんすり減っていってさ、ロングソードになったんかな。そういうことはあるんかな。まあいいでしょう。543のダメージ、結構ダメージ与えたな。残り体力8656、まだまだ先は長いです。魔王を倒す頃には25とか30日とかそんな感じになったのかな。1ヶ月で倒す魔王ってもうなんかちょっと短い気がするけどさ。今回は雷鳴剣、雷鳴剣結構売れよったな昨日。サラモンドソード行って、ロングソード槍から行こうか。よっしゃ、これで行こう。槍久しぶりに見たな、これ。お客さんも、あ、久しぶりに槍売りよる、やったーってなるんかな、わからんけど。さーて、お、早い、結構早いで。雷鳴剣早いで。あ、もうさんに、レジ込んでる。早いな。え、結構もう、店の名前知れ渡っとんか。お、売れ行きがすげえ。結構お客さん入ってくるやん。ここでバスタードソードを入れてみよう。もう、でも属性好きも結構売れるようになったんやな。雷鳴剣もういっちゃおう。やり、久しぶりにやりに興奮している人がいますな。やり、もういっちゃう。ああ、ロングソードもやっぱり売れる。で、バスタードソードと切って、バスタードソード入れて、ここはロングソード。これは買えません。行きましょう。雷鳴剣。本当なんか属性付きが売れるようになったことない。なんでだろう。なんか前まで属性付きよりもロングソードとか持っていきよった感じなのにな。これはいいことだ。俺の店の宣伝効果、誰が宣伝してくれようかは分からんけど、宣伝効果が凄まじいものです。売れ行きすごいな最近。やっぱナイトソードがあったらさらに上に行けたんだろうなちょっと思うな。ナイトソード作らな。ナイトソードをみんな待っていると思われる、分からん。ただお客さんの種類見てみるとさ、入ったはいいものの一度も商品をさレジに持ってきたことのない人おるよな。そういう人は何を求めてここの店に来たんだろう、ちょっと気になるところ。とりあえず属性付きはバンバン作っても問題なさそうな気がしてくるよね。こんなん見よったら作っただけ売れそうなぐらいに、特に雷鳴剣がやたら売れよう気がする。気のせいかな、気のせいじゃないような気がするんだ。すごいね、めっちゃお客さん来てる。お客さんラッシュだ。属性付きはもっと作っても良さそうやな、ほんと。ここはバスターソードで、ロングソード。あ、バスターソード2つ並んだ。1箇所潰そう。
要雷鳴拳。雷鳴拳いけるんちゃうかな雷鳴拳売り切れるんちゃうかな、全部。わからん。もしかしたら売り切れるかもしれんぐらいの勢いやもん、これ。今回も売り上げ期待できるな。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょい待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。俺に、キムタクのモノマネには無理。商品の種類まで減ってきた。嘘やろ。そんなに売れるかね。うわ。ずらりと、うわ嘘 !4 万いっちゃったよ、売り上げ。売り上げ4万いっちゃった。やった。ナイトソードなしでもここまで生きるようになってしまった。うわぁ日に日に売り上げ上がりよんで、やったこれ嬉しいぞ、めっちゃ。そろそろ、増築の考えも。でも10万もかかるんか。10万はまだちょっと、早いな。お金が20万ぐらいになって、ちょっと考えようかなぐらいになる頃やもんな。増築はまだ早い。音楽好きです。もう好きになってしまいました。あなたのことも。結婚しましょう。そこでこれよう見たらさ、主人公はなんか子供っぽいつうか高校生ぐらいに見えるんよな。そんでこのお姉さんよりも身長低いやん。めっちゃ年上やん。20代前半ぐらいの。年の差婚とかできるじゃん。ララバイとかできんかな。ララバイ今日は今までのてか、赤いカーペットをさ、歩きながらさ、なるんでしょうかね、将来。わかりません。鉱材。もうバンバン買うよ。バンバン買うよ。もうバン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 よ。買えるだけ買っちゃえ。あと依頼、確認。わぁ。徳川家康終わってる。結城さんとやらは。結城さんとやるのも場所分かったんやな。やった。依頼。その前に受け取り。受け取り、これか。8000円も。これで何も使わんかったら、ちょっともうもったいない、ね。コレクションとかでももったいないぐらいの値段ですな。です。依頼。何やったっけな、ウーツだったな。ナイトソードに使う。もう10個ぐらい行ってもいいぐらいやもん、これ。どういうことかな。5000円引かれるんだったら、それぐらいならもういいでしょ。それぐらいナイトソードはすごいもんですから。あと石ですよ。最近忘れるより石ですよ。もう10個ずつ行ってしまえ。10個ずつ行くわ、もう。10個ずつ行くわ。もう関係ないわ。売れればいいんだよ、売れれば。どうしよっかな。まずおじいさんや、お前。面白い話で新しく出とんかな。え？ちょっと、やったやん。なんかやったやん。最後まで聞いてくれてありがとうって見た瞬間、ちょっと絶望したよ。新しい話ないんか、この野郎って思ったもん。お礼に、私の家に伝わる秘伝書を差し上げよう。なんて、秘伝書くれるん？やった。遠慮はいらないよ。他人に渡す人はいないから。秘伝書もあなたに渡した方が喜ぶだろう。ということで、どういうことで判断してるかわからんけど、アザース、俺は青少年です。そういう秘伝書をなんか、雑に扱うとかしませんから。めっちゃなんか書いてる。めっちゃたくさん増えてる。なにこれ。フロッティ、カラドボルク、クラウソラス。梅雨サメって読むかな、これ。ムラサメ？わからん。アロンダイドとかめっちゃかっこいいやん。なんて読むこれ。村正？もしかして村正？日本語。これは、スズムシ切りって読むかな、これ。なんか違う気がするけど、すっごいな、これ。めっちゃ増えたで。でも作れんのでしょ？素材とかなくて作れんのでしょ？ここで素材とか分かったらな、作るためのやつを依頼するんやけどな。どうしよう、依頼しとこうか。持てないもん、ちょっと適当に依頼しといてしまおうか。なんかもったいないな。もしさ、依頼したもんがあれに作るに必要なかったりしたらさ、ちょっとな。これこいつ同じこと言ってる。はいはい、そうっすか。ランキングの話はもう聞いた。はい、分かってる。プーでしょ。プー、はい、プー。頑張ってます。この人は頑張ってます。
この人は、ああ、この人はぴったり観光の人や。今は関係ない。でもって、いらっしゃいませ。はい、わかっている。あなた、それしか言えないですかっていうことは毎回言ってる。もう飽きてきたっす。では、出ていきましょう。さて、もう気になるような。新しく増えたやつ気になるような。さっきそれ見ようぜ。何やったっけ、フロッティってそうやったっけ、オリハルコーン。ルーンソードとかやっぱ使うんやなーなんて。この辺、え、ルーンソードばっか。アロンダイドとかあったな、さっきのやつに。ランスロットとかあるんじゃん。ランスロットとかあるんじゃん。めっちゃかっこいいで。ディートリヒ。あー、でもやっぱなんかルーンソード元に日本刀とかあるんやね。日本刀あるんや。そういう秘伝のやつを元っても元のやつ作れんもんな、俺。オリハルコン、日本刀とか、まあいろいろあって、もうすごいな、日本刀、大神なんて読むか分からんけど、強い槍やな。これもそうか。元のやつ欲しいな。元のやつどうやったら作れるようになるんかな。気になってしょうがない。さて、補充。まず、ロングソード、20本作って、まずこれが基準。バスタードソード3本でいいかな。10本あれば上等だと思ってくる。バリバリ作る。セラマンドソードはバリバリ作る。フリーズソードもバリバリ作る。雷鳴剣も当たり前。ライトソードまだ打つ子がまだ手に入ってないよな。残念なことだ。で、ここでヤリも作っておいてさ。あ、ロングスピア作成可能とか当然出来上がった。これも打つか。あー、やっぱ槍系は槍系作ったら新しく増えるんやな。槍系の新しいやつっていうのは。なるほどな。これ欲しいな。なんか何本か作って売りたいな、これ。でも打つ子を元にするんか。ナイトソードがあるけんな。うん、微妙。3個ぐらい作るぐらいで抑えるか。とにかくこれも作っても何かしら新しい武器が来るって考えたら、こっちの経験値を増やしたいところ。まあ2回も連続で増えるとは思ってないけどね。あ、ロングソード品切れ状態。あ、ロングソード品切れ状態になってしまった。素材が何買い込んだね。素材が消えた。マジかよ。槍作りすぎた感がある。槍の日になってしまった。まあいいでしょう、こういう日も。もうこんなもんか。結構作ったな。属性付きバンバン作った日。あと槍も可動のめっちゃ作ったな。槍こんなに売れんと思う。こんなに作っても売れんと思う。よし、こんなもんかな。まさかまだ秘伝書眠ってるとか言わんだろうな。秘伝書ちょっともしかしたらあるかもしれないが。よっしゃ、じゃあ今回はこの辺にしましょう。データ1にセーブして9日目終わり。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。